ルーリットの村を出発した数日後、俺たちはザッカリアにたどり着いた。そしてザッカリアで衛兵隊への入隊審査を兼ねた剣術大会が5ヶ月後にあると知る。衛兵隊に入隊できるのは大会の東西ブロックを勝ち抜いた2名のみ。決して負けは許されない。俺たちは大会に備え、ザッカリア近くの農場に身を寄せながら日々剣の腕を磨いた。そして運よくブロックが東西に分かれた俺たちはそれぞれに優勝を目指す。途中、俺の対戦相手になったイゴームという貴族の男が仕掛けた罠をアインクラッド流剣術で跳ね返し勝利し、無事俺とユージオは共に優勝を果たし、衛兵隊への入隊許可を得る。そして入隊から6ヶ月後、帝立修剣学院受験に必要な推薦状を得た俺たちは北セントリアへ向かう。俺たちはノーランガルス帝立修剣学院の入学試験で上位12名以内の成績を収め入学した。上位12名の初等練士はそば好き練士となり、その年の上級修剣士からそれぞれ指名されて選ばれることになる。俺を選んだのは上級修剣士自責、アルク戦術ソーランことソルティリーナ・セルルト先輩。勇士を選んだのは俺たちと同じく衛兵隊出身のモサ、ゴルゴロッソ・バルトー先輩。俺たちは修剣学院で2年学び、卒業後四帝国親善剣術大会で勝ち抜き正合騎士となることを目指している。正合騎士となればこの世界を管理する氷協会の中枢セントラルカセドラルへと潜入できる。友情は幼馴染アリスを助け出すため、そして俺は外部との連絡を取るために、こうしてそれぞれの目標を胸に修剣学院での生活は幕を開けた。まさか修剣学院で剣技や新生術だけじゃなく歴史についても勉強できるとは思わなかったな。なんでそんなにも楽しそうなんだよ。僕は歴史が好きだし勉強なんて久しぶりだから。キリトは嬉しくないの？試験もあるんだろ。ここに来てまで試験勉強することになるとは。ここに来てまでって？あ、いや、なんでもない。それにしても、未だに実感が湧かないよ。君と二人で入学試験を突破して、今ここにいるなんて。でも、友情はザッカリアの衛兵隊でも活躍してたじゃないか。随分強くなったぜ。まだまだだよ。入学試験の成績はキリトの方が上だったしね。おいおい、俺はこれでもユージオの師匠だぜ。そう簡単に追い抜かれちゃ困るよ。それはそうだね。何はともあれ、お互い入学試験の成績で12位以内に入れてよかったよ。でもそば好き練習なんて制度があるとは思わなかったな。そうだよね、僕も驚いたよ。最後の月にある進級試験に合格し、学院の2年次に上がった高等練習の中でも
特に試験でいい点を収めた12名は上級修験士と呼ばれる特待生に任ぜられる。つまりえりすぐりのエリートと言っていい。上級修験士には身の回りの世話や稽古の相手をするそば付き練士が一人ずつつくことになる。そして新入生である初等練士の中で入学試験成績が上位12位以内に入った者はそのそば付き練士になる。上級修験士には12人しかなれないなんて相当厳しいね。ああ、でも俺たちはそば付き練士になった。寮の清掃や雑務は免除される。しかもその優秀な上級修験士の稽古の相手をできるんだ。剣の腕を磨くためにはぴったりの環境だぜ。あ、どうしたユジオ。キリト、僕たち大事なこと忘れてるよ。大事なこと？キリトも僕も上級修験士の先輩から授業が終わったら部屋に来いって言われたじゃないか。急ごう。って言っても僕は上級修験士の男子寮、キリトは女子寮だけどね。確か約束の時間は授業が終わった後次の時継げの鐘が鳴るまでだったはずだ。お互い急ごう。ああ、じゃあまた後で。お前をそば好きに任命した時に自己紹介は済ませたが、改めて挨拶をしよう。私は上級修験士ソルティリーナ・セルルトが1年間よろしく頼むぞ。俺はキリトです。こちらこそよろしくお願いします。私のそば付き練士としてお前にはこれから毎日私の稽古に付き合ってもらうことになる。その他にも部屋の掃除や身の回りの世話など雑用を頼むこともあるだろう。わかりました。先輩のお役に立てるよう最善を尽くしたいと思います。それは心強い。私もこの1年間お前に私の知る全ての武術を教えるべく努力したいと思う。それでは早速だが、今日は私の稽古に付き合ってもらおう。